皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバットマンアーカムナイト遊んでいきましょう。で、ただいまのミッション、前回ね、あのオラクルが死んでしまって、ただいまのミッションがアーカムナイトのコブラドローンをスキャンして弱点を探せというところからスタート。まずは上空に向かう必要がある。これか、戦車だ。車体をスキャンして弱点を見つける必要がある。なんか出来損ないのガンタンクみたいな。この距離からズームして焦点を合わせスキャンする。後部はスキャン完了。次は側面のスキャンだ。側面、このセクションは分析済みだ。側面、右側はスキャン完了。あとは左側をスキャンする。怖いな。だって右側と左側って構造的に一緒じゃないの？なんか違うんでしょうね。左折して、左折。このセクションは分析済みだ。左折。正面とか言われたら死ぬよ。よし。コブラドローンは数発でバットモービルを粉砕できる。装甲も厚すぎて、こちらの武器で正面から突破するのは無理だ。あれ、そんな強いの？しかし弱点はある。ドローン後部の排気口がパワーコアと直接つながっている。バットモービルの60ミリ砲でうまく狙えば破壊できるはずだ。つまり後部から近寄ってアークムナイトのコブラドローンを破壊せよ。後部からゆっくり近づいて、バットモービルを呼ぶ前に射程圏内から離れよ。っていうことですよね。まずはその射程から離れて。そんな強いのか、あのなんかエセガンタンクみたいな。バットウィングでね、こう上空から爆撃して潰せばいいじゃない。っていうか思ったんですけど、バットマンもスキャクローが毒ガス使ってんの知ってんだから、ガスマスク買えばいいじゃないっていうね。あ、こっち向いてる。レーダーを使えばドローンの動きを追跡し、後ろから排気口に向けて直接狙いを定められるだろう。どこにいるんだ。探知を避けて、あ、探知ってこれか。あの赤い範囲全部探知されるのね。これそんな広いの。ズームは一応できますね。R3 の押し込み。コブラ戦車に正面から攻撃しても無駄だ。見つからないよう背後に回って排気口を狙うんだ。今ねちょっといけるかなと思ったんだけどダメでしたね。そこにいる。排気口ってどれ？あれか。うん、惜しいな。そこ。あ、待って待って。よし。なんて嫌がらせだ。ウェイン様、あの戦車に手間はかかりませんでしたな。ご依頼のバットモービルのアップグレードはクロックタワーの施設でインストールする準備ができています。車はもちろんまだご無事でしょうね。
助かるよ。そしたらアップグレード、さっきのね、なんか一定時間こうロックして、ロックが完了したら R2 でぶっ放すっていう感じでしたね。で着きました。敵のドローンの敵味方判別システムを無効にします。グロックタワーの近くでバットマンを追跡中、至急増援を頼む。やめろ。待ってろ。高い武器エネルギーレベルでの展開では複数の敵に感染します。どうやって撃つの？今敵の嫌がらせで説明が聞けないというね、なんか新手の嫌がらせを受けましたけど。おい、使い方がわからんぞ。アイビーを植物園に連れて行こう。アイビーを植物園に連れて行け。で、なんかチャレンジが出ましたね。なんでしょう、あれか。拡張現実チャレンジ。いや、で、使い方がわかんないんですけど。さっきのちょっと、後で動画でアップした時に、使い方をね、見ておきましょう。このエンジンいいですね。あ、待って。アイビーを降ろす前にそいつらを片付ける。これは一貫やつよ。コブラドローンを破壊するよ。しかも3体。どうやって仲間れさせんの？おそらくメーターがマックスになったらじゃないかな。あー、正面から来てる。危ない。検知にちょっと時間が電柱にかかるっていうところだけが弱点か。あっち行け、あっち行け。つまりバックはしないってことだよね。だよね。つまりは後ろから近寄ればもう勝てるってことか。次あなたです。さあラス位置、そこにいるね。応援よこすな。待って、こっち来る。こっち来るぞ。よし、お尻を向けた。どんな計画も無駄だ。どうすることもできんよ。今夜こそこのうちに俺はお前の死を見届ける。スポーツバー。私を植物園へ連れて行って、バットマン。できなければこの奇跡は叶わない。このポイズンアイビーは海田陽子さんの吹き替えなんですけど、海田陽子さんというと最近だとバイオハザードリベレーションズ2。ほら、ひどいなこのバットマン。着いたぞアイビー、どうする？この子見て、人類よりずっと前からここで生きてきたのよ。
まだかなりの力を宿してる。でも弱ってる。何年にもわたる汚染のせいで、この子だけじゃスケアクロウの毒ガスに対抗できない。どうしたらいい？この子が最後よ。生き残ったのは。何があった？人間のせいよ。あの子たちを刈り取って、その上に建物を築き、太陽を遮った。根っこを特定すれば蘇生できるか？この子たちはコンクリートの下に埋められてるのよ。どうやって？大きい植物ほど根っこは深い。ここで待て。彼らを助け出す。ルーシャス、古い根っこを探し当てたい。地下の深いところだ。こちらで確認いたしますが、少し時間がかかるかと。準備できたらウェインタワーへ。助かるよ。アルフレッド、最重要指名手配者の最新情報を。少々お待ちを。ナイトウィングが別のペンギンのトラックを追跡しています。おそらく貯蔵庫へたどり着きますので、コブルポット一味と大量の武器を一掃するチャンスです。また中華街のゴッサム銀行で強盗事件が発生です。監視カメラの映像では犯人はトゥーフェイスの手下のようです。デント氏はコインをなくされたのでしょうか。理由はどうあれ彼を止めないと。ありがとう。このタイミングでトゥーフェイス、ハービーデントの出番。トゥーフェイス一味の強盗、キャラクター表一を見ておきましょう。トゥーフェイス、ハービーデント、犯罪のプロ。もともとはね、いい人だったんですけど、こう災難に遭ってしまってから性格がね、すごい豹変してしまって、でコイントスによる2分の1の確率っていうものに異様にこだわるようになってしまった。情報受信、これか。トゥーフェイス一味の強盗、これちょっとやってみようか。1249m。トゥーフェイスたちが中華街のゴッサム銀行を襲った。奴らにゴッサムの金は一セントも渡さない。のさばってるボスが誰か教えてやる。でまずは誰の喉から切り裂く。すごいね、こんなとこにも出てくるのか。トゥーフェイスは映画のクリストファー・ノーランのダークナイトだと、あの人なんだっけ、アーロン・エッカート、ザ・コアとかね、出てらっしゃる俳優さんで、あとあれか、なんだっけ、世界侵略ロサンゼルス決戦、あれにも確か出てましたよね。ザ・コアはね、結構おすすめなバカ映画なんで、あれはぜひ、見たことない方は、ぜひ見ていただきたい、ザ・コア。地球の自転が止まってしまって、で、地球のコアに、衝撃を与えるというか、再始動させなきゃいけないっつって、こう地球のマントルのさらに奥の方、地球のコアを目指して掘り進んでいくっていう映画ですね。ん？どこ？ここ？これか。これがその銀行。待って、今の字幕何？行け！トゥーフェイスは効果一枚残さずご所望だ。トゥーフェイスのチンピラどもは警報で私に気づかないだろう。奴らを素早く強烈に叩ける。アラームが鳴っているので姿を見られない限りはこちらの攻撃は気づかれない。で、今書いたら、お金の残量がある。あれ、要は時間か。窓をグライドキック、もしくはあっちね。楽しみにしていたぞ。
で、8分の2を倒しました。あっち側ですね。こんな見た目じゃまともな仕事は見つからない。お前は俺たちをバッハービー、ハービー、ハービー伝統。アーロン・エッカートの吹き替えは自分は個人的にはね、井上和彦さんがすごい似合ってる気がしますね。自分ね、吹き替え声優さんがすごい好きで、物心ついた頃、ほんと小学校高学年とかと中学生ぐらいの頃から、まあ、この俳優さんは誰が吹き替えをしてるみたいな情報をね、なぜか積極的に調べてたんですけど、吹き替え声優さん好きな方ってね、あんまいないですね、身の回りに。あ、こいつまだ生きてたかも。ん？丸儲けだ言ってるよ。まあ時間はまだあるんで、それほど。危ない。調子乗るところですね。ただ連中も数が減ってくれれば作業効率が悪くなるでしょう、きっと。そういうわけでもないの？ペイデイおじさんたちを。結構いるな、おい。もうちょっと。あと一人？結構やってるけど、なんかわらわらとね、湧いてくるんですよね。これでいいんじゃない？もう8人倒せば OK か。銀行にコウモリが入り込んだようだ。これほどの預金を引き出したんだ。彼らにも取っておいてやろうじゃないか。ドアを封鎖して奴を探せ。あ、そうすると今度こういうモードになるんだ。アラームが止まって、トゥーフェイスに閉じ込められた。奴らの狙いは金じゃない、この私だ。そういうことね。あ、こっちまずいな。はもうない。ここだって逃げ道がないもん。冷静になろう。お互いを見失うな。いいな。そこに固まられるとどうしようもない。奴には何度も気絶させられたり吊るし上げられたりしたからな。借りを返してやるぜ。今ここで奴の勝ち目はない。でね、かくらん機使えばまあ楽にいけるんでしょうね。これ相手の銃を無効化できるんで、ちょっと使ってみようか。念には念を入れて、かくらん機、かくらん機さんの出番。今はできない。正々堂々と戦え。やつは男じゃないさ。ん？今の当たったの？これよくわかんないですね。当たったのかどうなのか。あ、聞いてますね。次はよしと、さらにまあ一人ぐらいか。ほら撃ってみな。
撃ってみな、ほら。かわいそうに。派手にバットにやられたな。やつはどこだ。当たりましたね。援護する。今ので何人目だ。でこうレーダーで見ると青くなってる。非武装状態になってます。俺もだ。やつはもう気絶してる。警戒を続けるんだ。あとはまあお好きにどうぞっていう感じですよね。やつはどこだ。やつが見えん。アサイラムでもアーカムシティでも今回もなんでいつも奴が勝つんだ。これいいセリフだね。待って、そこで何やってんだあれ。あ、こっち来た。フィアーマルチでやっていきたいんだけど、よしと。ための資金洗浄に手をつけていた。あのマフィアを覚えているか。お前に手を出せないから俺の顔の半分を焼いた男をよ。いいか、その金には公正なのも混じってるが、この町で腐ってないものはない。だから銀行には手を出すな。じゃなきゃ後悔することになるぞ。キャッシュ、トゥーフェイスの手下が中華街のゴッサム銀行に向かった。銀行のセキュリティゲートを解除してデントの部下どもを捕らえてほしい。了解だ、バットマン。すぐ車を回す。さて、どっから出るんでしょう。出口が分からん。トゥーフェイスはクリストファー・ノーランのダークナイトだと、ダークナイトそのまんまですけど、ダークナイトで出てきましたね。あの CG もね、すごいんですよね、本当に。なんか顔半分ただれたようなようにしか見えないくらいの綺麗さの CG。 どこ行った？ちょっと待って、出口どこ？出口がわからない。あれ？開いてる。よかった。これ何？ミッドナイトフューリー TT。ミッドナイトフューリー TT、まあ、夜のレースゲームですね。で、今何をしてたんだっけ。これか、メインミッション。植物園に、そうだ、行くんだ行くんだ。そうだそうだ。ちょっと待って、その前にこれ何。情報、銃の密輸入者。これか、ペンギンのワゴンに関するあれですね。あとゴッサムオンファイヤー、これも気になるんでね。60%。 ファイヤーフライは消防署を狙っている。煙を追えば見つかる。どっかで煙出てないかな。出てれば多分あと 1,2 回で追われるはずなんですけど、煙はどっかで出てないか。無人戦車が街を巡回してる。今やロボットが支配者さ。煙はどっかで出てないか。コウモリ男ね。あのコウモリ男も結局どうなんの。どっかで煙は出てないか。パッと見で出てないので、まあどっか別のエリアなんでしょうか、きっと。じゃあメインクエストいきましょう。 1494m。 ウェインタワーの駐車場に向かう。ルーシャスがアイビーの植物を探す方法を見つけているかもしれない。フォックス様は期待を裏切りません。加速度を得て、ゴッサム市警察 GCPD。近くに立つ前に弾を撃ち込むぜ。おお、武器
昔のあの NIPD 15分ショっていう映画ありましたね。超ユンファが確か出てたやつ。あれでね、自分はその PD っていうのは何々市警察っていうのを確か覚えたはずなんですよ。結構ね、そういう自分が興味ある分野から知識をね、ストックしておくっていうのは大事ですよね。あのヘタリアにすごい興味を持った不助士さんがそのままこう歴史の勉強になったりとか、勉強はもう本当に糸口そこですよね。やつを見た時のお前の顔ったら傑作だったよ。バットマンが自分そっくりなコウモリ男にビビってるんだ。ちょうどさっきコウモリ男の話をしていたらこれだよ。いやただね、あれは本当にびっくりした。あれは本当びっくりした。今回もなんかバットマンアーカムナイト遊んでいきましょうとか言った直後にビャーって出てきたんで何と思ったもん。300メガ、これ人いないの、そこいないか。下になんかすごい光点がありますね、青い。なんだあれ。駐車場の入り口を開けてくれ。ウェイン様がすでにおられるものかと。システムの誤作動のようです。直ちにチェックします。すまん、柱折っちゃった。ウェイン様、タワー周辺に招かれざる客がいるようです。誰？ドローン片付ける。待って、ミサイル飛んできてんのか、何の音かと思ったら。ラドラに直撃。ロックされた。よし。ターゲットがダイヤモンドバックを攻撃。装甲がやられた。待って、この挟まれた状況でミサイルはまずいな。絶対数を減らしてしまえばこっちのもの。攻撃を受けてる。あ、こんなとこにもいる。まずいな、今のまずかった。結構いるな。オッケー、ミサイル。まずいな、だいぶ削られましたね最初の方で。ただここ安全地帯ですね。来たら撃てば OK。 クソ、ラトラがダメージを受けた。名護市ドローンハック。ほらハックしたよ。ほら、ドローンの制御を失いました。後ろ。ダイヤモンドバック、やられる。よしと。危ない、今の本当に危なかった。最初にね、ここに陣取ってしまって、でこっちとそっちからのミサイルの挟み撃ちをね受けたっていうのがでかかったですね。これでアップグレード。最新の地中探索ソナーをバットモビルに装備しています。それで根っこが探索できる。するとコンピューターが地中のスキャン結果を画像化します。枯れてから長期間経過した植物の根でも探し出せるだけの感度があります。ソナー、建物や地下を通り抜けて超音波スキャンが可能。ルーシャス、もう奴らを侵入させるな。
建物を閉鎖し、アルフレッドに中継をつないでくれ。すぐかかります、ウェイン様。には仕事がうまくいきますように。には仕事。ブルース様、あのドローンはおそらく手始めに過ぎません。ファウンダーズアイランドから町の南と北に向かって大量の車両が移動しております。アーカムナイトは支配を強めています。準備はいいぞ、アルフレッド。わかりました。なるほど、敵も送り込んできてる。もう来てますね、これ。そこにいるもん。うん、こいつか、これか。あとはそこにもいる。そっちにもいる。そこにいるのはなんだ、強いやつ。ドローンがオフラインだ。まあついでに潰しておこう。で、曲がったところに、よし。ドローンが攻撃され動けん。グランドアベニューのドローンがオフライン。L3 ボタンでソナーを発射。これか、根っこをたどる方法がある。根をたどるの、あなたを必要なところへ導くわ。こっちの方ですね。で、さらにドローン。来たぞ。いいで。待てる待てる。何か言いたいことがあるなら今のうちに聞いといてやるよ。死ぬ前に思ったり打ち上げとけ。私なら大きく育てられる。あなたが目を覚まさせれば。今回はここら辺のドローンを、ね、一掃して終わりにしましょうか。残りのドローンはまだ何体かいたはずだよ。あ、ひっくり返っちゃった。あいつがラスト。よしと。さあこれで平和が訪れました。ヤガニアイランドに再配置されたドローンは片付けだ。もう安全だ。さすがだな。ここ他にもなんかいろいろあったよね。あの暴漏とかありましたね。まあそこら辺はおいおいやっていきましょう。でですね、次回はメインクエストいきましょうか。アイビーと協力して、木の根っこをたどるというミッションに挑んでいこうと思います。よかったらコメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回、バットマンアークムナイトでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。